ペンシルベニア大通りを西から東へ見るカナダ大使館ホワイトハウスペンシルベニア大通り1600号ペンシルベニア大通りはアメリカ合衆国の首都ワシントン DC の街路でこの都市のメインストリートである合衆国議会議事堂とホワイトハウスを結んでいて国民のパレードあるいはデモなどで馴染みの街路であるペンシルベニア大通りは首都ワシントン DC にある メインストリートで全長9 7トルである。ただし議事堂からホワイトハウスは1 9トルで東へメリーランド州、西へバージニア州へも続いている。ペンシルベニア大通りはピエール・シャルル・ランファンの首都建設計画の中でも最も早く建設された通りの一つだった。なぜペンシルベニアという名称かについては首都はもともと ペンシルベニア州フィラデルフィアにあったのを取り上げたので、その代償にこの名を使ったという説がある。1832年にマカダムで舗装して、その後敷石、木のブロックといろいろ試されたが、1876年にアスファルト舗装になった。最近では、バラク・オバマ大統領の2回目の大統領就任式前の2012年11月に再舗装されている。 東から西へ向かって、次のような建物、広場などを通過する、アメリカ合衆国を代表する道路として、大統領就任式後のパレード、世の中に注視してもらいたい。賛成、反対のデモなどが、ペンシルベニア大通りで行われる。ありがとうございます。